こんにちは。シンガポール国際大会コーディネーター補佐、鳥取西ロータリークラブファストガバナー岩崎陽一です。本日は松本ファストガバナーからシンガポール国際大会の登録のお願いと参加の魅力について、そして清水陽子さんからメルボルン大会に参加した感想をお伺いいたします。こんにちは。こんにちは。国際ロータリー2690地区増田西ロータリークラブのパストガバナー松本雄二です。2690地区鳥取西ロータリークラブの清水陽子です。さて清水さん、シンガポール国際大会はすでに登録済ましてますか？はい、もちろんです。登録料の早割りもありますし、円高の時を狙って登録しました。シンガポールの国際大会は実は24年前の1992年にも開催されていたんですね。僕は初めての国際大会の参加がその時のシンガポール大会だったので懐かしい感じがしてます。そうなんですね。私は2023年のメルボルン大会が初めてでした。メルボルン国際大会に参加しての印象はいかがでしたか？正直、国際大会に参加するというより観光旅行に行く気持ちでいたんですが、現地に着くと街はロータリーカラー一色で、海外なのにまるで以前からの知り合いのようにロータリアン同士気さくに挨拶を交わしていました。仲間とのつながりをとっても強く感じましたね。開催都市の魅力を満喫しながらロータリーの魅力も再発見できました。さあ、シンガポールといえばと何を連想されますか？そうですね、マーライオンにマリーナベイサンズ、食べ物ですとチキンライスにチリクラブ、それとシンガポール風の焼きそばのホッケミ、食べてみたいですね。あ、ごめんなさい、また観光旅行気分でした。そうなんですね。多くの日本人のロータリアンは開会式のセレモニーが終わってしまうと観光旅行に出かけてしまうんですけれども、実は2日目3日目も結構いいイベントがありまして、いろんな文化会で世界各地のロータリアンと交流することもできます。そしていろんな勉強もそこでできるんですね。シンガポールは日本からの時差も1時間ほどですし、飛行時間も7時間程度ですから比較的近い海外です。そんなことでぜひともシンガポールでお会いしたいと思っています。皆さん、シンガポールでお会いしましょう。待ってます。